朝のおやつです。姫路に行きます。阿賀保駅の看板こんなやったんや。初めてじゃん。マジか。今日は阿賀保保線人道橋かっこいいな。今日は曇りです。神社がございます、ね。はい、天体町。きっとこれ登山口です。隣が団地公園って書いてます。なかなかの鬱蒼感。すごい色だと。ちょっと色。水が通ってるから湿度が高いのかな。火の用心。大梅。栗かな。栗だけど、なんて呼ぶの。桜梅栗林。桜梅栗林。名前みたいな。でも名前、あ、すごい名字だ。栗林さん。桜梅栗林太郎。おとにかく水の流れが豊富ですね。おお。流れ。おお。小さな喜びがたくさんある。どっちだ。右側ですね。とんがり山へ。町が見えてきた。おお。イオン見えてんじゃんこれ。あれ女王蜂ですかね。引いたわ。行きますかね。ちょっと足元が油断できない感じだね。よいしょ。面白い道だな。水なくなってきた。これどう進むんだろう。右手側かな。なんか臭い。なんかうんです。じゃない。とんがり山山頂まで多分そんなに遠くない。なんか鳥か牛でも飼ってんのかみたいな匂いだな。実際興味山の北側猿おったよな。空が近いですね。おお、すごっ。あ、本当だ。あれだ、すごい景色が。ちょっと登ってこの景色、とんがり山山頂へ。この辺です。燕町の映像跡あったって言われてた。とんがり山山頂ですねこれ。いい稜線で緑も豊かで。今日の行動食食べます。なんか分岐みたいになったら左に入っていくみたいですよ。多分ここだと思う。全然上にも行けるんやね、うん、で戻ってきてあっちや。あ、そういうことか。ああ、その白毛山に行くならこう行けるってこと。あれ、ああそうなん。ちょっと急ですが普通に踏み跡があります。今日一番の急登を今進んでますね。滑りやすい。雨の後は滑りやすそうな。ここか。ここで合流ですね。こっちがヤマップのルート多分で、ここで合流でした、はい、では何山です。これどっちだろう。白毛山。白毛山に。白毛山にするぞ。おお。
ここそうみたいだな。そうだ、木がなかったからでしょ、あっちに知らんけど、鉄塔のために伐採されたのかもしれない。え、なんて呼ぶんだろう。書いてないぜ。富士ハイキングクラブ。ちょっと鉄塔の方に。ああ、鉄塔ですね。普通に鉄塔ですね、これ。シャドウあります。じゃあ。これなのかな。そうなんじゃないですか。白毛山か、白毛山か、白毛山か。どうせか。トレーニングはこれでやるな、ジョギングじゃなくて。前の職場にいた時には簡単に来れたのにな。アウトドアにすっごい興味なかったんだよな、その時。もったいね。そろそろ見晴らし台。あ、とんがり山が、あれだよね。そうだな、うん、とんがり山からの眺めと何が違うのかって言われたら、見えてる山がちゃう。とんがり山が見えてる。まあマジ。川は夢咲川だよな、あれ。広畑のすぐ東側といえば、大宮山に行くんですか。ちょっと下りが続きますね。山深くていいですね。ここも古墳があるみたいです。ちょっとこんもりしてるところですね。横穴式石室古墳です。そんなこんなでけえ墓を使って作ってもらえるだけのなんか土地の主。次はちなみにリンガ。懐かしいな、八角。昔よく食べた。わ、いい、いいよ、景色。向こう側が見えてる。向こう見えてる。暑いのに涼しいみたいなね。ずっとイオンで何食べるか言ってそれしか言ってないじゃん、さっきから。なんかやっぱ汗かく参考するとラーメン食べたくなっちゃうもんだね。食べたくなるね。いいです。この木が傷つきいるみたいで、あれ、僕が幼少期に見たあの某 BBC 制作の自然探求系番組のあの人は、キツツキが来たらこうやって石でこづいて、こっちも縄張りを主張してあげましょうつって確認しに来ますみたいなこと言ってたのに、怖い。全然怖い。なんかやり方間違ってんのかな。いいやん、お邪魔します。あとはガッて 60m ぐらい上がったら興味山ですね。お、階段これ登り切ったら山頂。いい、うん、もうそろそろ頂上。大体頂上ですよ。おお、すごい。16、ここにもある。大宮山、これ上手やな。いいですね。今気づいたよ、他の風鈴ももしかしたら名前を入れてくれたのかもしれない。いい山ですね。ほな、ちょっとだけ休憩したら降りますか。今日の私のおやつじゃん、ご飯。軽いご飯潰れてます。潰れたな、うん、美味しいやつ。
ご飯じゃないこれ。ただコーラ飲みたくなるんだよあんまりいっぱい食べるとこ。では今日宮間から下山します。本当はもう一山行こうかと思ってたんですけど、ちょっとね持ってる水分が足りなさそうで、うん、もう降りちゃおうかなという感じですね。岩岩下山ルート。え、おる？うわあ、あぶね。ズリって滑った。日がそぞろになるとやっぱり怪我のもと。おお。ここはいいのではないでしょうか。良い場所です。結構岩場おります。折れるぞ。折れるぞ。しっかりしてた。ベンチのある分岐。ちょっと尾根の方、展望がいいらしいんで寄り道します。この雰囲気な。お、いい感じですよ。播磨勝原駅か。おお。あっちに、あ、今イオン見えてる。イオン見えてる？他に隠れてるけど。あ、ちょっと見えた、ちょっと見えた。うん、そろそろ車の音も聞こえてるし、下山ですね。さあ、ほぼ下山しました。こうかな。こうだね。こう降りていくのかな。おお、道路に出るんですか。やっぱ昼みたいな子。そうだな。美味しそうな匂いしてるね。つけたれこれ。美味しそう。豚玉650円って安くない？うん